はい、皆さんいつもお世話になってます、また我が家の飼育状況を見ていただきたいと思います、まずクモちゃん、クモツキを産卵させてます、今年は母鳥が30頭もおって、とても大変です、たくさん産んだらまたご提供できると思ってます。よろしくお願いします。それから、大雑把に庭の飼育をしているものを紹介してみたいと思います。これは水差しでブナです。芽吹いてきた感じ、こんな感じの柔らかいところを取り込んでカップで飼ってます。草藤、これ使ってないです。残りもんです。それからヒョウモンモドキ、アザミで飼ってます。もう少し経ったらごぼうに切り替えます。大犬のふぐりで小兵ももどき、これも、大箱に切り替えます。先ほどの西洋山がらし菜の花にクマちゃんが卵をたくさん産んでくれました。これを回収するのが大変ですけれども、こんな状態で、一時的に管理しております。それからこれは柳で黒小紫、もう大きいです。数はあまりないんですけれども、ただいま秋麗ちょっと前ですね。でこれはスズメの片びらでキマダラもどき、まだ5ミリです。ちっちゃいです。この吹き流しは竹が生えてるんですけど、白帯日陰が1頭、白帯日陰は不思議と、この新種でも越冬できるんですね。不思議です。霜付け、星見筋、それからこれは黒梅もどきで宮間ガラスしじみです。で楓、みすじ蝶、秋麗です。大したものいないんですけど。でイボタで、伊勢志摩の綺麗な裏ゴマダラを飼育してます。現在まだ小さいです。5ミリほどです。うちの場合はこの環境だと寄生が入らないんで自然に、管理してます。こちらは北海道のスーパーカニタで、黒梅もどきで、100% もん流れのベニモンカラス飼ってます。今年は数がどのくらいあるかな、少ないかな。それからまた再びリポータで、これは兵庫県の裏子、これはススキが枯れてますけど、昨年秋に取ってきた銀一文字せせりが秋麗幼虫2回脱皮して現在さなぎです。我が家の庭はこんな感じです。今日はいい天気です。クモちゃんの産卵日和です。頑張ってたくさん産ませたいと思ってます。それから室内に入りまして、皆さんと同じようにカップで、ゼフ。今年は少ないですけれども、まあそれでもそこそこおります。はい、こちらは大紫。もう芽吹いて、えのき芽吹いてるんですけど、大紫の黄身っていうか、は遅いです。ごまだら町に比べるとかなり遅くて、これから食いつかせという状態です。まあ年一家なのでのんびりなのかなっていうとこです。えのきも現在はこのぐらい芽吹いて、ヒヨドシチョウなんかが産卵に入ってますけれども、カップでまあちょっと湿度かけてで、しばらくここで食いつかせます。で食いついたものを袋掛けで、外の大きなえのきの木に袋をかけます。一つの袋に1頭か2頭くらいがいいですけれども、はい、こちらはトネリコ、芽吹きが始まったとこです。調和か裏菌の場合はこのくらい芽吹いた時に幼虫を孵化させて乗せるとベストタイミングです。タイミングがずれるとそれだけですけどちょっと難しくなってきます。
これは黒豆の木。今週ミヤマモンキチョウ幼虫と一緒にそろそろ発送できるかなと思ってます。皆さんよろしくお願いします。芽吹きが始まりました。水差しでずっと変えます。こんな状態です。青い芽が出てきました。緑ですね、緑の芽が出てきました。はい、じゃあ皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。